さあ、足を持ち上げる運動をしましょう。この運動は歩くときにつまずきにくくなる効果が期待できます。お家でも簡単にできる基本的な運動です。しっかり体を動かして元気に過ごしましょう。まず椅子に浅く座り、背筋を伸ばして両手は椅子の横をつかみます。太ももを持ち上げて、つま先を上げながら膝をまっすぐに伸ばします。戻すときは膝を曲げてから足を下ろします。この運動は左右交互に3回ずつです。それではやってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、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 1、2、3、4、5、